武田塾春のキャンペーンを始めます。期間内に体験特訓を受講してくれた方、入塾いただいた方に参考書を1冊プレゼントいたします。詳細は概要欄から。みなさんこんにちは、武田塾の菅野です。山美です。今回やっていきたい企画、はい、難関私立大学ってどこまで。難関私大の基準は偏差値60以上と言われるのが一般的なんですね。じゃあ偏差値60以上って上位何パーセントか知ってますか？はい、そんなの知ってますよ、川野先生。 16% ですね。大正解です。ちょっとどっかに書いてあったんじゃないかと気がしますけども、結論、はい、これは G マーチ以上ということになりますね。まあ、学部によってね、例えば明治大学でも偏差値が 57.5 っていうところもありますし、はい、一般的にはまあ60上回ってる学部があれば大体まあ難関私大と言っていいだろうということですね。総計とかを区別どうすんだっていうことになるんですけど、はい、まあ、総計は最難関私立っていう風な言われ方がするんですね。うんうん、はい、なので最難関私立、難関私立っていうところである程度総計、うん、そしてマーチっていう分類ができるかなというところですね。はい、これはもう難関と胸を張って言える大学ということになりますね。はい、これあと関西についてですね。はい、関西では関関同立、はい、これはですね難関私立とやはり言えますね。関西学院、関西大学、同志社、立命館のこの4つですよね。ちょっと知らない人ももしかしたらいるかもしれないので、はい、ちょっと補足したんですけども、はい、まあ、これ以上がじゃあ難関大学っていう括りなんですかね。そうですね。一つ、まあ、せっかくだから言っておきたいことがあるんですよ。マーチは3ヶ月で余裕とかっていう子がいるんですよ。これよく考えてください。上位 16% なんですよ。はい、今までね全然勉強してこなかった、本当に偏差値が全然低かったのに、うん、3ヶ月でマーチ受かるかって言ったら、はい、現実的にはそんなに甘くないので、うん、やっぱりこの難関私大以上を目指すんであれば、うん、今からねこの約1年かけて一生懸命頑張ってもらえればと思いますし、ほぼゼロっていう子はね高1高2からしっかりと勉強を積み重ねていって、うん、難関私大以上を目指していってほしいなと思います。日東駒線とか、はい、三金混流、これどうなのかって話なんですけど、はい、難関私大この G マーチのワンランク下っていう風にはなってくるかなと思うんですが、はい、最近のですね、次第の難化、これがあって今どんどんやっぱり私立レベルが上がってるって言われてるんですね。今予備校会でもよく言われているのが、例えば今までだったら総計とかマーチ余裕で入れた層がなかなか入れないでワンランク下に行くことになっちゃってるとかっていう話もよく聞くんですね。難関次第って言われるっていうところをしっかりと考えた上で、このね1年間なり、まあ、2年間しっかり計画を立てて勉強を進めていきましょう。あの日東駒線もね、まあ、例えば東洋大学とかも今偏差値60超える学部があったりです、はいはい、本当にもうマーチなんじゃないかぐらいのやっぱり難しさの大学出てきてますよね。はい、本当にまあ一括りに日東駒線有名大学という形で括るのではなくて、まあ、しっかり自分の目指している大学学部のレベル感を見て受験校を選んでほしいなと思いますね。続いて次回はマーチの魅力について語っていきたいと思います。お、いいですね。ぜひここね山口先生と楽しく話していくんで、次回お楽しみにしてください。今回は以上です。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。